こちらは宮崎市フェニックス自然動物園の流れるプール。去年までは新型コロナの感染拡大防止のため午前と午後でそれぞれ定員を設けていましたが、今年は4年ぶりに制限を設けずに営業しています。宮崎市の子どもたちにとって夏休み最終日となる今日、プールには多くの家族連れが訪れ、ウォータースライダーで滑ったり浮き輪に乗ったりして楽しんでいました。流れて楽しかった。最高ですね。楽しいですよ。ウォータースライダーが楽しかった。どうだった、してみて。早かった、コースター。また夏休みの思い出や宿題については、夏休みのさ、一番の思い出を教えてほしいんですけど、何かありましたか？初めてここに来たこと。夏休みの宿題はどう？宮崎に来る前から終わりました。終わった。もっと夏休み欲しい。1月までは欲しい。動物園によりますと、夏休み期間中プールには去年のおよそ2倍の人出があったということです。宮崎市フェニックス自然動物園の流れるプールは今月27日まで営業しています。